皆さんこんにちは。私が今来ているのは JR 山手線の新宿駅。そしてこの山手線っていうのはね、丸い緑の山手線って言われるようにね、緑色っていうのはもはや一般常識。しかし今回奥からやってきた山手線、あれ見えますかね？なんか緑色ではない、なんか真っ黒に見えますよね。そして列車は警笛を鳴らして入線したんですがね、やってきたのはなんと漆黒の山手線。いや皆さん、これが山手線ですよ。これどう見ても山手線には見えないですよね。今回はこんな漆黒の山手線に乗っていきたいと思います。ではね、皆さんよろしくお願いします。そして今回やってきた真っ黒の山手線の先頭にはね、鉄道開業150周年のロゴマークがついています。これっていうのは鉄道開業150周年記念事業の一環の取り組みでもあるんですね。しかし側面にはどこかで見たことがあるような N のマークもあったりしてね、鉄道開業150周年記念だけではないってことがわかります。そして列車は新宿駅を発車。では車内の紹介といきたいところなんですがね、さすが山手線、車内はかなり混んでいてね、とてもじゃないけど車内の紹介はできそうになかったんでね、まあとりあえずね、着くまで待ちたいと思います。今回私は品川まで乗るんでね、多分しばらく乗ったらね、こう着くでしょう。この列車は山手線上の列車は池袋に到着したんですがね、案の定池袋でかなりのお客さんがおりましたね。まあでは車内の紹介をしようと思うんですがね、これ注目してほしいのは車内の広告。車内の広告っていうのはね、これ全てイカゲームになっていたんですよ。私もイカゲームはよく知らないんですがね、名前ぐらいは聞いたことありますがね、まあ全てね、こうイカゲームの広告になってたんですね。これはどういうことかっていうとね、この黒い山手線っていうのはね、 JR 東日本と Netflix のコラボ列車なんですよ。だからもう分かった方も多かったかもしれませんがね、さっき車体の側面に書かれていた Nのマークっていうのはね、あれはネットフリックスのロゴマークなんですね。そしてネットフリックスといったら黒と赤のイメージ。そして1972年に新橋横浜で鉄道が開業した時に走り始めた蒸気機関車、これよく1号機関車なんて言われたりもしますかね。この1号機関車っていうのも黒と赤だったんでね、今回 JR 東日本鉄道開業150周年事業とネットフリックスがコラボしてね、こんな真っ黒な山手線が走り始めたんですね。そしてこの黒い山手線っていうのはネットフリックスとのコラボ列車なんでね、各号車にはね、イカゲームをはじめとしたネットフリックスの人気作品の広告っていうのがあるんですね。そしてすごい、これつまめのドアのところにもね、これなんかイカゲームの形なんでしょうか。なんかラッピングがなされてましたね。そして私が今来たのはお隣の号車なんですかね。この号車にはね、ジョジョの広告がありましたね。これも名前ぐらいしか私は知らないんですかね。ネットフリックスの人気の作品ってことでこんな感じに広告が出ていました。そして私はさらにお隣の号車に来たんですかね。この号車にはね、ストレンジャーシングスっていうんですか？これはちょっと名前も知らなかったんですかね。これもネットフリックスで流行った作品らしくね、これ広告が出ていましたね。そして私はさらにお隣の号車に来たんですかね。この号車にはね、リラックマの広告が出ていました。これリラックマもネットフリックスで流行った作品なんですね。おー、そしてこれすごいな。これ普段は中継ぎがあるところなんですかね。ここにね、なんか木の枝みたいなやつとね、それからね、これリラックマのキャラクターのぬいぐるみがありました。今回この列車の面白い点としてね、これは他の号車にも言えたことなんですかね。これただ広告があるだけではなくね、その広告っていうのがね、少し手の込んだものになっていたんですよ。だからね、これ結構面白かったですよ。そしてさらに私は隣の号車に来たんですがね、この号車にはね、これ今和の国のアリスっていうのかな、これもちょっと知らなかったんですかね。ネットフリックスで人気の作品らしくね、広告が出ていました。そして私はさらに隣の号車に来たんですがね、この号車の広告っていうのはね、これまたイカゲームでしたね。これはすべての号車ね、これ全部違う広告が出ているわけではなくね、これ同じ広告っていうのがね、2両分出てるみたいなんですね。そして今回すごいのがね、これさっきの11号車もそうだったんですがね、これ窓ガラスにもね、この号車に関してはね、これイカゲームのマークなんでしょうか。ラッピングっていうのがね、なされてたんですね。そしてお隣の号車にはさっきと同じくジョジョの広告が出ていたんですかね。これジョジョの号車にはね、さっきもそうだったんですかね。こう窓ガラスにはね、ゴゴゴゴゴゴみたいな感じで、ね、なんか漫画みたいなね、こうラッピングっていうのがなされてました。そしてこれはストレンジャーシングスの号車なんですかね。この号車にはね、こう窓ガラスには何も書いていなかったんですかね。これ中吊りの広告がね、これねなんかね、こう真ん中がね、穴が開いていたんですよ。これもなんか特別な演出だと思うんですかね。こんな中吊りなかなか見ませんからね。ほんと今回この列車の広告っていうのはね、すごい手がかけられてる感じがあっていいな
なってね、そんな感じでした。そして私はリラックマの号車に来たんですかね。このリラックマの号車にもね、なんかこういう窓ガラスに絵が描いてありましたね。いや、ほんと今回この列車にはいろいろな広告があってね、私はちょっとこういう系のものには疎いんで、ちょっとよくわかんなかったりするものも多かったんですがね、これらの番組が好きな人からしたらね、なかなかに乗ったら面白い列車だと思いますよ。そして私は先頭車両1号車に来たんですがね、この1号車の広告に関してはね、さっきまでのようにね、なんかの番組限定ってわけではなくね、これなんかいろいろな番組の広告がね、ごまんべんなく書いてありましたね。これっていうのはね、おそらく山手線っていうのは11両、そして11っていうのはね、1とその数でしか割り切れない素数なんでね、さっきのように同じ広告を2両ずつ出してるとね、どうしてもこう1両余ってしまうわけじゃないですか。だから余った1両っていうのはね、こう何って決めずにね、これいろいろな広告を出してるってね、そういうことなんでしょうね。そして列車は今上野駅を発車。お、そしてここから先っていうのはね、京浜東北線との並走が見れそうですよ。上野駅を京浜東北線と同時発車。多分この先の有楽町駅付近までね、この京浜東北線とこの山手線っていうのはね、並走していくことになると思います。そして京浜東北線と山手線は同じペースで走っていきます。そして列車は御徒町駅に到着。御徒町すごい撮り鉄いたな。ここまでっていうのはあんまり撮り鉄の人は見なかったんですがね、ここから先っていうのはね、かなり大勢の撮り鉄の方がね、このネットフリックスのラッピングの山手線を撮ってらっしゃいましたよ。そしてこの御徒町駅っていうのはね、京浜東北線が一足先に発車。しかし問題はありません。この山手線の E235 系っていうのは加速指紋の資料を、京浜東北線の E233 系よりも加速性能はいいんでね、すぐに追いついてしまうはずです。そしてここでもう京浜東北線よりも前に出るような形になりますからね。この山手線で使われている E235 系っていうのはね、日本でもトップクラスの加速性能の良さを持ちます。京浜東北線と並走している時だとそれがよくわかります。そして列車は日本の鉄道の拠点東京駅に到着。これで大体山手線を半周してきたことになります。そして東京品川間ではね、沿線の建物に乗っている列車が反射するところがよく見られます。だから今回のような列車に乗っている時だとね、自分がなかなか面白い列車に乗ってんだなっていうのがね、車内からでもよくわかります。だからこの区間っていうのはね、結構乗ってて楽しい区間だと思いますよ。私は結構この区間好きですね。おー、こことかなかなかいい感じに反射してますね。そして列車は新橋駅に到着。そしてこの新橋川崎っていうのはね、日本で最初に鉄道が開業した区間。そして山手線っていうのはね、東京品川間っていうのはね、正式には東海道線だったと思うんでね、ここから先っていうのはね、このラッピングに合った区間となります。おー、そしてすごい、これ東海道新幹線との並走だ。この区間ではいろいろな列車との並走が見られます。そして東海道新幹線っていうのはね、この区間ではね、かなりゆっくり走るんでね、これ山手線と同じくらいの速度で走るんですよね。まあただ向こうは東京出たら次は品川なのに対してね、こっちっていうのはね、途中各駅に停まっていくんでね、まあ最終的にはね、山手線が抜かれるんですが、いやー、そしてこの浜松町駅までね、東海道新幹線とのね、なかなかにいい並走っていうのが見られました。そして列車は山手線の新駅高輪ゲートウェイに到着。そしてすごいな、こう高輪ゲートウェイめっちゃ撮ってる人いてよ。高輪ゲートウェイにこんなに人がいるのは開業の時ぶりに見ましたがね、たくさんの撮り鉄の方々が撮ってらっしゃいましたね。そして列車は品川駅に到着。では私はこの品川駅で降りたいと思います。そしてすいません、これね、録画ボタンを押したつもりがね、こう押せてなくてね、動き出しのところ取れなかったんですがね、ここまで乗ってきてね、黒い山手線っていうのをね、見送ります。そして私はこの後武蔵小杉に向かうんでね、横須賀線ホームにやってきました。まあ、では今回はね、今日から運転開始したね、JR 東日本とネットフリックスのコラボ列車、黒い山手線に乗ってくるっていう動画だったんですが、どうでしたか？やっぱ真っ黒な山手線っていうのはなかなかに違和感がありましたしね、また E235 系に全面ラッピングがなされるのが多分今回が初めてなんでね、そういう面でも違和感がありましたね。
この黒い山手線っていうのはね、今年の12月31日まで運行されるみたいなんでね、皆さんもぜひ乗りに行ってみてください。まあではね、この動画はここまでしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有どんどんお願いします。まあではね、この動画はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。